はいこんばんは皆さん、えー、2019年の1月の24日、えー、23時23分です夜中ですねちょっときつね枠やってたんですけどちょっとマナー悪い人がいたんで通常枠にしましたなんか通常枠でもコメント盛り上がったらいいなと思ってるんでもしよかったらコメントでみんなで楽しんでいきましょうよろしくお願いしますいやふわっちねよくないな最近のふわっちははい金魚姫はどつ 最近のフワチなんかほんとニコ生みたいになってきてそれこそね俺ねよっさんが来てからねおかしくなったと思ってるからうーんあんまり良くないよな普通になんか楽しかった人たちが楽しくなくなっちゃったから荒らすニコ生系のリスナーほんと質悪いもうどっか行ってほしいもんねヨっさんよっさんから付随してきたのははいワトツアイテムありがとう うん、まあでもオウム真理教とかさすごかったよねやっぱその時代的に彼らその仏教を理解してたしまあでも本当は仏教を理解してないんだけど分かってて教義を改変したからあのー、なんて言えばいいのかな仏教のようで仏教じゃないの仏教をよく理解してたよ彼らははいこんばんは。 うんブラックバスブラックバスわかんないな釣りやらないからちょっと比喩がわかんないかないやーなんか俺はねかそってもいいからリスナーさんとなんか密にコミュニケーションとってさ生活ができればそれでいいのにさ荒らす人ばっかりで最近全然面白くないよもう放送,放送が純粋に楽しめなくなってきてなんか嫌だねほんと。 金も儲からない放送も楽しくないだとねもう負のスパイラルだよね全然応援してくれる人少なくなっちゃったしもうやだよ俺嵐ばっかり最近のリスナーなんか楽しいのかねそういう見方をしててなんか普通になんか性格が歪んでるとしか思えないよねちょっとお水取ってくるね 今日100円均一ですげえかわいいアイテム買ったんだよね。なんか、軽量スプーンがさ、フライパンの形になってるミニスプーンみたいなのを手に入れて、釈迦の餌とペコの餌買って100円均一。で、ポカリスエットのケースとか買ってきたね。ポカリスエットの粉入れるやつとか買ってきて。100, 100均は楽しいね。すごく。 例えばさその日本人がさその仏教っていう風に言った時さ仏教ってほら国教なわけだから神道と仏教混ざってるわけじゃんだから仏教のイメージってみんな自分たちの国仏教の国だと思ってるかもしんないけどさあの仏教ってすごく戒律が厳しい宗教仏教講座でいいですか今日の枠仏教宗教についてで仏教でいいですか あのうんまあそうもう基礎的なさあの基礎的な基礎の基礎の話からするとさあのもともとその北インドインドっていうのはあのありがとうハートありがとうもともとインドっていうのは、まあえー、とヒンドゥー教の前の宗教でバラモン教っていう宗教があったんですよバラモン教。 でバラモン教が当たり前の国だったのねインドでまあすごいあのバラモン教ってどういう宗教かっていうとさカースト制度って習ったと思うんだけどあの4つの区分に人間が分けられててピラミッド状に、えー、上に、えー、王様がいえじ、ー、ゃ上にバラモンっていう僧侶要はお坊さんみたいな人ねバラモン教徒の僧侶 でその下に王族とか貴族っていう位があってクシャトリアって言うんだけどでその次に平民があってでその次に奴隷シュードラって言うんだけどあの奴隷があったっでこれがカースト制度まあこれはみんな習ったと思うから分かると思うんだけどバラモン教で最も有名な仕組みなのねただあの奴隷っていうとあのみんな誤解するんだけど奴隷って虐げられた人だと思ってるじゃん みんなって実は違くて奴隷っていうのって人間の区分なの。要は人間の中でも職業としての権利があるのよ奴隷の中には。本当にやばいのは村八分になったりとかしてるアウト・オブ・カーストって言って人間ですらないの。奴隷。奴隷は実は人間の証なのね。でその非人間として扱われるの。アウト。そのカーストから漏れた人は。だからそれもね覚えておくといいかもしれない。で 北インドっていうそののネパールの方かな今の国でいうとネパールのネパールとその北インドの国境ら辺にマガタ国っていう国があったのねマガタっていう国がでそこに生まれたのがゴーダマ・シッタールタっていうそのブ後のブッダブッダではないのまだであのこの子供はすごく賢くてあの まあすごい僧侶になるかすごい王様になるっていう逸話が残ってるんだけどでまあまあ簡単に言うとそのブッダ自身は今でいうとこのもう贅沢三昧女も妾も何人もいるで王様もう世界を制する王になるんだって言って喜んでるからその訓練要は帝王学っていうのを学ばせるんだけど。 もうなんか退屈で退屈でしょうがないっていう末期のうつ病みたいな男の子だったんだよね。で奥さんと結婚して子供ができるんだけどそのまあんえー、っと子供が生まれた後にそに僧侶要はバラモンになりたくてあの家出をするのよ。簡単に言うと自分の国と奥さんと子供を捨てて えーと修行の旅に出るんですよでこの時点でもう仏教日本の仏教と明らかに違うところが仏教イコールさみんなの中でさ親を大切にする子供を大切にする家族を大切にする国を大切にするって漠然と思い込んでるでしょ。でも本当の仏教って違うの。そもそももが 個人超個人主義っていうのかな仏教はあのく。そもそもブッダはブッダになる前に国を捨てて子供を捨てて親を捨ててそう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 ドープさんそれは後で解説するからちょっと待っててそもそもの本来の仏教っていうのはあの個人主義なんだよね。あのそもそもブッダじゃないんだけどゴーダマシダールタは。 国を捨てて子供を捨てて女を捨てて全てを捨ててそもそも出家をしてるの個人のすごいエゴイストな宗教だと思った方がいいそこが日本とのエり屋のねでじゃあその後その「ゴーダマシッタールタ」は何をやっていくかっていうとインドとかを旅しながら有名な高僧有名なバラモンの弟子になっていくの例えばそのインドとかだと直射日光にずっと「インドだから日照りすごいんだけど」 と針で体を刺してきて刺していて痛みに耐える修行とかいろんな宗派があるんだけど座りっぱなしとか水の中で息止め続ける修行だからオウム真理教でも水中クンバカってあるでしょあれはインドでやってる修行なの実際要はブッダが行った修行を再現しようっていうことであのオウム真理教は取り入れてたのつながるでしょ。 でそ,そういう数々の,その有名なそのバラモン教の僧侶たちのところに行っていくんだけどその中であのブッダっていうのは超天才だっていうふうに言われるのよこんばんは超天才だっていうふうに言われていて俺の後を継いでくれっていろんな人に言われるただブッダは転々としていくの。それははでなののかっていいううとブッダっていうのは もともとんで家を出ていくのかっていうきっかけが死ぬのが怖い、えー、老いるいや年、えー、を取るのが怖い病気になるのが怖いう、えーえー、あ,あと生きることが怖い生きることそのものが怖いってあの「宿泊」っていう言葉聞いたことあるでしょ日本語の「宿泊する」って。 その四つの苦しみのことを指すんだけど死ぬこと老いること病気になること生きることそのもの生まれたことそのものの「宿ってこれが「宿なのね仏教でいうところのこれを解決するためにあのブッダっていうのは旅に出るんですよ。だけどその息を止めても針で刺しても太陽を見続けても何をやっても自分のその 苦しみが解放されないって言ってどん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 旅を続けてそう精霊病死だねうんそう精霊病死でその時にブッダっていうのは6年間ぐらいそのインドを修行し続けて最後にえっ、ー、と1人でこう修行を続けてたのでその時に川で息を止めてたのずっとでごま粒1粒しか食べない だからさブッダってガリガリのイメージあるでしょガリガリの仏像とか見たことあるでしょあれは実は仏像じゃないの悟る前のブッダだからでそのブッダはそういう苦行を続けていって意識を失って川で流されちゃうで死んじゃうんだよ簡単に言ったら一回人間のままで川でパーって流されたら岸に偶然たどり着いて要は死にかけたらある女の子が ああ大変だってもう見た目は僧侶だからね王様の格好してないからもう髪の毛も剃り上げてるからバラモン様が大変なことになってるってさっきも言ったんだけどカースト制度の中であの上の位の人を助けるっていうのは徳を積むことになるから村人とか平民とか奴隷とかがそのバラモンが困ってたら絶対助けるんだよ当時のインドっていうのは。でそのある女の子が そのブッダ死にかけたブッダを引き上げてでミルクがよを食べさせるのその村のあのこんなものしかありませんけどって言ってミルクがよを食べてで回復するんだよブッダはそうい要は命をつなぎ止めるの死にかけるってでその時の女の子の名前がスジャータっていうんだけどスジャータって聞いたらさあのコーヒー飲む人だったらわかるけどさカップのさあのコーヒーあるでしょ あるじゃんあれの商品名がスジャータって書いてあるじゃん。でそのスジャータっていうのはあれは仏教から来てるのね。その女の子の名前がスジャータミルクがを食べさせてくれてブッダの命ブッダじゃないんだけどゴーダマシュダールタの命を食い,あの食い止めたのがそのスジャータなのね。でその後ブッダっていうのは何をするのかっていうとえっ、ー、と。 ブッダは何をするのかっていうと菩提樹って言ってものすごく大きな木があるんだけど、あのー、そこでもう全ての苦行苦しむ修行っていうのを一切捨てて座禅を組むっていうのを入るの。で、あのー、ガチリンカンっていうんだけどガチリンカンっていう修行法なんだけど簡単に言うともう3日3晩ただただ座るだけただただ瞑想をするっていう修行をしたんだよね。 でその時にブッダは気づいたの悟ったの悟るっていうあの仏教の最大の目的は悟ることなんだけどそれは後で詳しく解説するんだけどその時に初めて簡単に言うとブッダになったの。でその神々しくて顔も変わって考え方も生き方も全部ライフスタイルも何もかも変わってスジャータのところに戻るの。その時に明らかに人が変わってるのをスジャータが分かったから。 あなたのことをなんて呼べばいいですかってその人に問いあるたのゴーシッタールタだった人に問いかけたの」その時にその覚醒した人は「好きなように呼びなさい」って私に名前なんかないって答えたのその時にそれじゃあ困るのでブッダって呼んでいいですかってスジャータが言ったのそれからブッダが始まるつまり仏教の「仏」っていう字がそのブッダ ブッダって意味なんだけど、仏っていう字にはどういう意味が含まれてるかっていうと、あのサンスクリット語で目が覚めた人って意味なの、つまりね日本語で言うと覚醒者みたいな意味なのあれは。だからあの仏教ここが面白いところなんだけど、神様っていうものはいないんだよ。日本人は仏様、要はブッダのこと、仏のことをブッダっていう、仏様のことをブッダイコールなんだけど、あれは神様ではないの、本来の意味合いでは。 みんながこの中に覚醒者が現れたらその時点でその人はブッダなのっていう宗教なのよ仏教っていうのはだからその日本人が漠然と思っている仏様って神様みたいなイメージでその例えてるけど実は仏教の根本っていうのは真理に気づくかどうかっていうところが仏教の本質なのよ でそのブッダはじゃあその後何をやっていくのかってもう超入門編だからあのおいおいその細かいところを話していくんだけどそれはちょっと待っていってほしいんだけどねあのえー、とまず元仲間の弟子たちがいる弟弟,弟弟子みたいなのがたくさんいるから彼らの目を覚ましてあげようって言ってあの説教説法をしに行くんだけれども説法っていうのはその。 要は自分の教えを伝えることなんだけどあの言ったらバカにされるのよまずいや急になんなのみたいな今更戻ってきてみたいなあんたすごかったけどオワコンでしょみたいなディスられるんだよ簡単に言うといや俺らもう稼いでっからみたいなだから簡単に言うとあのお前昔稼いでたけど今俺らもうふわっちで100万稼いでるからニコ生時代のあんたなんて知らないよみたいな感じでちょっとディス入るのね で「ふーん」って言ってブッダはそのまま丘に行くんだよ。で丘に行って何をするかっていうと動物のカウンセリングずっとやってんの。しかあれだよ一応そのそれが本当かどうかっていう話は置いといて仏教の物語としてねど,どの宗派でも教える基礎的な部分ねこれは。でで丘の上で ウサギさんの悩みとか鹿さんの悩みとかをずっとカウンセリングするのね鳥さんの悩みとかウサギさんはなんかライオンに食べられそうになって追っかけられて辛いっすどうしたらいいっすかとかやそういうエピソードがあってでその自然にもう噂がちょっとメルヘンなんのよ一応宗教だからねでそれがブワーって集まっていって動物だらけになるのよ丘の上が。 でそれを見たそのディスった弟子たちが「何あれ?」って「俺たちちょっと覗いてみるか」って言ったらとんでもないすごい深い話してるぞっていう。でそれを見て今ね大乗仏教と上座部仏教に共通するあの基礎的な話をしてますね今どっち派の前,前の段階ですね。でえー、っと、えー、で、えー、弟子ができていく。で今度弟子ができていったら。 えーとどん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 拡大していくのやっぱり教えがすごいから要はこれ本物じゃんってなっていくわけで弟子たちもブッダに後々なっていくんだけれどもあ延長するんだよ話面白いなと思った人はアイテムくださいよろしくお願いします。であのブッダっていうのは最終的にはその王様から認められてあのえー、っと何だっけさらえー、っと何だっけ祇園少女花火ありがとうございます。 祇園ザ座の鐘のあのなんだっけ日本で有名な歌なんだっけ誰か書いてえっ、ー、となんだっけあなんか歌あるよねえっ、ー、と祇園ザ座のこと歌った誰か書ける日本にある有名な歌があるはずなんだけどえっ、ー、とちょっと待ってねちょっと待って。 平気物語だありがとうそうそう擬音少女の鐘の音諸行無常の響きありでサラソウジュの花の色ありがとうございますドープさんそれでオッケーですありがとうございます助かりますでその擬音少女っていうのは何なのかって分かんないじゃんあれはブッダがもらった国っていうか土地の名前なんだよ擬音少女っていうのはあのえー、あそこで あのー、なんていうのかなその最終的にはその何千人も暮らすようになって修行する要はお寺の発祥なんだよあそこは聖地、うんうん、であ,ありがとうございますでえー、とまあブッダは死ぬとで今度じゃ歴史の話これも入門なんだけれども、えー、日本にどうやって仏教が伝播していったか。 これは、えー、と三千何千年前ぐらいって言ったらいいのかなブッダが死滅しててからら年ぐらいであってるちょっとねそこの、えー、と時系列があのごちゃごちゃになる俺もバカだからさあの詳しい人に補足してもらいたいんだけど3,000年か約3,500年前の話なんだよそれが。で列車ちは、えー、とブッダ自身が遺言でえっ、ー、と 偶像崇拝ののの禁止っっていうのをやったの要は俺の仏像とかを作るなよあと偶像崇拝っていうんだけどそういうのを要は俺の教えはちゃんと残して伝えていってもらいたいんだけどあの俺のフィギュアとか作るなと要は仏像ねとかを作ったり絵を描いたりとか絶対ダメだよって言ったの。えー、困りますって。あなたが死んだら僕ら僕 道しるべがなくなくっっちゃいますってってダメだってで今度訳のわからない言葉とか小難しい言葉で説法したらダメだよって言われて「えっ?」ってちゃんと,、えー、とアメリカ人にはアメリカ語で話す頭の悪い人にはバカ向けに話す頭のいい人とか知的な人には知的なレベルで相手に合わせて話しなさいよってこれ「待機説法」って言うんだけどっていうふうにその遺言を数々残してるのよ。 でその時に何を禁じたかっていうと教えを文字化するののも禁止したのなんでかっていう文字にした時点で解釈が変わっ出てくる解釈問題が出てくるっていうのをブッダは分かってたから要はこの教えはこうである聖書が今揉めてるでしょ聖書解釈でほ本当は神様こう言ったんじゃないかイエスはこう言ったんじゃないかとか揉めるじゃんもうそれをブッダは分かってただから文字にするなって言ったの。 じゃあ僕らどう,やどうやって教えを後世に伝えたらいいですかって聞いたらその毎朝、えー、と丘の上要は祇園少女の丘の上に登って毎朝「ブッダ様はこうおっしゃいました」「何々何々です」っていう風にそに確認し合うのぐらいだったらいいよっていうそのブッダが許したのだから本来の仏教って文字に残ってないの何百年間も。 だからそのあのちょっとと複雑なところただ何年も何年もこうやって集まってだからチベット仏教とかネパール仏教とか古い仏教の人とかだとそれをずっとやってんの今でも、うん。それがさっき出た仏仏、えー、仏教教教派派でですすすかか大乗っていうのの、えー、上座部仏教にあたりますちなみに僕はどこでもさんの「正乗仏教」じゃない言い方だったのは僕はすごく好感を持ってますね。 えー、要は、えー、と原始的な古い仏教の派閥っていうのが「上座部」だと思ってください。OK。えっ、ー、と原始仏教っていうのがあってその後発展していくのが「上座部仏教」っていうのがあるのここまで OK だよね。で仏教が今度どうやって広まっていくかっていうと、えー、今度中国に話が移ります。で 中国で古い中国でその始皇帝とかがさ活躍していったりとかさ中国の歴史ってすごく目まぐるしいわけ。でインドの方にとんでもない教えがあるぞとんでもなくすごい国があってとんでもない宗教があるととんでもない宗教というか学問として中国人は捉えたんだけどそれを手に入れたら帝王学とかに役立つからって言ってえ派遣をするのよ。 でその通った道っていうのがシルクロードなんだけど中国からシルクロード要はインドまでずーっと歩いていって教えを持って帰るこれがみんなも知ってる、えー、西遊記っていう物語ですみんなさ「西遊記」って聞いたことあるでしょ諸八海左護城えー、なんだっけ諸八海左護城孫悟空ええー、となんだっけ偉い人諸八海左護城孫悟空 偉いい人の名前出てこないななんだっけ三蔵法師かな三蔵法師かのそうそれって天竺天竺天竺を目指す天竺を目指すっていうとしょあれは天竺っていうのはインドのことです、うん、で三蔵法師はなぜ天竺を目指してるのかっていうと仏教を持って帰るっていう物語のそれ知ってた 経営で,しょで中国人が、えー、まあ三蔵法師か孫悟空か置いておいてまあ実際に派遣をしたのよ。それを物語にして分かりやすく物語にしたのがあのー「西遊記」って物語のねいや西に行く物語だよね。天塾っていうインドのことだからで そのインドにたどり着いて、もう3年ぐらいかかるのかな。ひったすら歩いて3年ぐらいの超旅なんだよ。砂漠をずっと走ったりとか,かとんでもない。その労力をかけて持ち帰ったの。仏教。その時に中国人はついに仏教がやってはいけないっていう禁じ手をやっちゃう。その時にはすでにそのもう文字にはされてたんだけど、やっちゃうんですよ。翻訳っていう作業。 つまり間違った解釈をして、えー、と漢字に変換をするっていう作業をやっちゃうのただあの本当に間違えてるのその何個かはだからニュアンスがすごく微妙で仏教が難解になってるのはここなんだけどまあとにかく中国はお経っていうものを自分たちで作っただからお経っていう文化っていうのは中国で生まれた仏教だと思ってください で今度中国っていう国はさっきのここで初めてさっきのコメントにつながるんだけどねここで初めてなんだよここまで説明しないとみんなわからないここで初めて生まれるのがね道教っていう宗教と儒教っていいうう宗宗教教教とと儒っっかが元にベースであったのこの教えっていうのが村人は村長が一番偉い家の中では長男が一番偉いとか えとお父さんが一番偉いとか日本人に染みついてる仏教観ってあるでしょこれは実は道教とか儒教とかの考え方主に儒教知らなかったでしょだから簡単に言うと中国産の仏教のベースにあった宗教っていうのは道教とか儒教なの儒教と道教の国だったものに仏教を取り入れたので仏教が急激に進化するの中国で で、それはナーガールジュナっていう、あの、リュージュっていう、とんでもない、また悟った人間が中国で現れるんだけど。えっ、ー、と、空論っていうのを作ります。要は。ブッダが言ったことっていうのは、言葉とか、その体感だったのね、ずっと。うん。そう、ここで空っていう概念が来るんだけど。そう、空っていうのは。空っていうのを、何なのかっていうのを。 言葉で要は文字で文章化した大天才がナーガールジュナっていう人がいるのこの空論ができたときに大乗仏教っていうのが花開きますで大乗仏教の考え方っていうのは何なのかっていうと要はさっき言った上座部仏教ってみんな覚えてる そのお山の上で「何々何々」って言って暗唱してた仏教ってチベットとかネパールとかでまだ残ってるんだ少しだけ残ってるんだけどこの古い仏教じゃなくてあいつらは「象上仏教」要は小さい乗り物だっていう風に言ったのディスったの簡単に言うと。で我々は大きい乗り物だ。簡単にに言うとえーととえね仏教に在家と えーと在家信者となんていうの出家か在家家と出家っていう概念を作ったのありがとうございますアイテムこれはどういうことかっていうとんでかっていうと悟るための宗教だから全てを捨てて出家をしないといけなかったの出家して初めて修行して何年もかけて悟る悟るためだけの宗教だったのかいやそうじゃないあいつらは小さい乗り物なんだ 俺らは教えをまくよっていう要は庶民たちも幸せにするよっていう風に改変をしたのナガルジュナたちとかナガルジュナが改変したわけじゃなくてその大乗っていう概念が生まれちゃったの。で大乗仏教が一気に広まっていくのよ。要はその「ああのにゃハラミタって唱えると幸せになりますからそうしなさいとか。 南無阿弥陀仏とかいろんな宗派があるんだけど宗派は置いといて大乗仏教っていうのが急激に広まっていく中国全土でここまで OK? でだ時に日本に今度は時代を移ろう。日本が病とか飢餓とかがあってその神道でカバーできなくなってきた要は庶民の反乱があったり不安があったり疫病が蔓延したと。その時に 中国にすごい教えがあるるらしい似てるよねねさっきと、ね、中国がまあ国のその時はインドがトップだったのが中国に移り変わって日本はまだその小さい中国の属国だからだから中国にとんでもない教えがあるから、えー、っと教えを持って帰ろうっつうの遣隋使遣唐使っていう風に教わったはずなのねでその後悔をして海に渡って中国に行って。 我々は日本非イズル国から来たとかわけのわかんないこと言って持って帰った宗教が仏教なんですわかりますつまり日本人が仏教だって呼んでるものっていうのはメイドインチャイナの仏教なので、俺はこれは仏教じゃないって言ってるのはここなんですよここまでついてこれた はい、ちょっと30分バーッと喋ったんだけど今の話全部を一括りにしたらや,やっと意味がわかると思うその上でじゃあちょっと休憩しましょうコメント拾っていきます、はい、これが基礎的なそう日本に仏教が入ってきた要は仏教の発祥から日本に仏教が入ってきた大まかな流れだと思ってください大まかな流れ。 だからそもそも日本の仏教っていうのは道教儒教がバンバンに思想が入ってる仏教を取り入れてんの。でも後から先祖返りした、えー、とあの宗派とかが出てくんのよ。要は元に戻そうよっていうリバイバル運動みたいのがあるから。もともと知識がないからそれが正しいかどうかは知る由もないけど分かりやすかった。うんうんうん。多分ねくわ仏教の話してると詳しい人出るから大まか間違ってないって言うと思うよ。 古代キリスト教教やってたから仏教の話は面白い中国で仏教が進化したってどんな意味がえっ、ー、とね進化したわけじゃないえっ、ー、とね簡単に言うと教義がずれたうんとねまずその仏教の中では結識仏教とかちょっとテクニカルな話になってもいいかなキム虫さんえっ、ー、とねまずその道教儒教要はねさっきも一番最初に話したことすごく重要なことになっててブッダが「 そもそもなんだけど国王だったわけじゃん国王だったのにおおん奥さんと国民とお父さんと子供すらも捨ててエゴイスティックに始めたのが仏教のだからその名残ってずっと残ってんの要は仏教上座部仏教とか原始仏教ってどういう風にやってたかっていうと布三枚と爪楊枝と茶碗しか所有しちゃいけないの それ以外のお金っていうのとか財産っていうのを全部村に置いていくの家族に置いていくので布三枚って何かっていうと着る服と枕と布団なのそれをローテーションでやるのしかもその布三枚っていうのはブッダはブッダ本人は何をやってたかっていうと死体のの包む布を剥いでたの <laughs> すごいでしょブッダは服すらも捨てて真っ裸で歩いてて死体って所有権がないじゃん 下に布くるんで進むでむしょだから仏教のさタイとかさに行くと黄色い衣羽織ってるでしょ黄色い服見たことない布のかっこいい黄色い服あれって何の色か知らないでしょうんこと血と血汗のの色なのだからそれを洗った色なのめちゃくちゃでしょあれ痕跡の衣みたいに今なっちゃってるけどあれはもともと糞尿の色なの。 血液とうんこと血にまみれた死体をくるんでた布だから黄色なんだよ。ブッダはそれを3枚ししか所有でえっ、ー、とちょっと待って一個一個やっていくからね。えー、とでどう進化したのかっていうかね進,、えー、と進化をしたナ、えーガルジュナの話だけど、えー、と仏教っていうのは、えー、と簡単に言うと矛盾をはらんでます。 これは仏教の本質的な概念になってくるけど要はね難解なのめち,ゃくちゃめちゃくちゃ難解なのね仏教それを解説したっていう感じかな黄色は後期の色じゃない、うん、まあちょっとこの辺にして次の質問にしましょうブッダの周りの仲間はブッダと同じく悟りを開いた人が多いけど今悟りを開いてるのがいないのはなぜ仏教を理解してないからだと俺は個人的には考えるかなアジ え方法とかあるのかな時代かないやだから仏教そのものが理解されてないから、うん、じゃあえー、っとなんかコメント今フリートークやろうと思うから何でも知ってることはシェアしますんで気になること聞いていただければうんあのね、うん、取扱説明書完璧な取扱説明書を作ったって感じかな 諸行無常のの法則自体がが無常でないいいまちっていうのはどういう意味なのかっていうと縁起の縁起っていう考え方があるんだけどたと諸行無常って何なのかっていうとこれ結構本質的な議論になってくるよ空論が絡んでくるんだけどここにあるのはまあこれみんな水道水だよね。 いくよ俺がいつも例えるやり方これコップの中に水道水が入ってる水道水を飲んだこれで胃液に変わったで多分30分ぐらいで体液に変わるんだよ体液の中からゆっくりゆっくり混ざって、えー、おしっこになるよねでおしっこからトイレになって下水って名前に変わる下水って名前に変わって川に流れたら川に名前が変わるで川から海に流れて海に変わる 海から水蒸気が発生してて水水蒸蒸気気っていう名前に変わる、えー、水蒸気から雲に変わる雲から雨に変わる雨からダムに落ちて溜まってろ過されて水道水に戻るこれが縁起っていう考え方なのね要は循環していくでえっ、ー、と諸行無常っていうのは諸行っていうのはこの世の中にある全ての現象みたいな、まあ、名前だと思ってほしいんだけど無常っていうのは常に移ろいでいくっていう意味なのね。 だから諸行無常っていうのはこの世の中にある全ての物質とか全ての概念っていうのは移ろいでいくよっていう法則なの。で「無常でない」ってことは永遠であるっていう意味なの。キムさんだから諸行無常の意味を理解してたそもそも俺はこの解説を聞いて別に諸行無常で合ってると思うよ諸行無常どういうふうに解釈してたのかがわかんないけど。 全部の執着を捨てることとなるとコインの裏と表だけど進化とか便利も捨てるってことだけどもあーすごくあのいい線ついてるどこもさだどこでもさすっごくいい線ついてるだからブッダは、えー、と簡単に言うと人を愛するなぐらいに言ってる人を愛することは仏教で禁止ですなんでかっていうと、えー、人を愛すると必ず失うから 失ったらし愛したら執着が生まれるから執着が生まれるとダメだって言ってるのだから実は人を愛することは悪いことだって教えるの仏教はだから執着を捨てるために物を捨てるっていうのは正しい考え方うん合ってる仏教の解釈としては、えー、瀬戸内寂聴さんの諸行無常の解説もとっても興味深くて日常生活でもよく思い出す長さん安言うあの場はねもうとんでもないかんね仏教はねその その欲そうだね欲その欲が何なのかっていうことだいやその法則そのものが永遠なのは無常無あッケ、OK えーえっとね仏教、えー、とその法則そのものが永遠なのは矛盾その法則そのものは永遠だと思わない俺諸行無常の考え方は合ってると思う諸行無要は永遠のものがあるっていうことを信仰してるってこと 納豆キムチさんがこの世の中に永遠のものがあるって思ってるんだったら仏教はない仏教徒ではない仏教的な考え方一切理解できないと思うそう愛別陸その通り仏教は欲との戦いですね子孫あねどこでもさんすっごくいいことありがとう子孫残らないじゃんって仏教って本来まず人間として生まれます えー、結婚します就職します財産を築きます役職が与えられます死ぬ前に出家するもの,の本来の意味はだ死の宗教なのだから子孫を残して何もかも捨てて死ぬ準備を段階に入ってバラモンになりましょうねっていう宗教なのだから子孫が残らないっていうのはね実は正しい仏教を知らないからそうなってる もそういういんなの諸行無常だから丸さんの生きよう続くとは限らないむしろ続かないうん。っていうかまあ人は死ぬっていうことを言ってるんだけどね簡単に言うと。まあでもその寂聴さんが言ってるのはその諸行無常っていう概念は心にも当てはまりますよっていうことを寂聴さんはよく言ってるね。 でもねちょっとねあれあのキムチさんがねいいとこついてきてるっていうかキムチさんのその理解が深まるとすごく面白くなるかもしれないねだからどこで引っかかってるのかちょっととことんやりたいかなって思うけどアイボーンはどつ 納得するまでやろうね。あ、言い方が違うだけです、ヒロさん。はい。あのー、要はね、一緒です、はい。煩悩と欲望は言葉が違うだけで、意味合いニュアンス全く一緒です。イコールだと思っていいです。本当はね、その荒屋敷とか真名式とかね。 その詳しい解説も仕上げたいんだけど基本的にイコールだと思っていい煩悩と欲望の違いそれはもう言葉遊びのレベル説明が難しいのは「無常というルール A だけは絶対になくならない」あのね OK えっ、ー、と「無常というルール A だけは絶対になくならないルール A は永遠」あすごいわかった OK。 うんとね、仏教そのものの理解としてじゃえっ、ー、とさっきさ話したさえっ、ー、とブッダが菩提樹の下で悟ったわけじゃん菩提樹の下でそれをその話をしようかブッダはなぜ苦行を捨てて得たのかっていうと,、えー、ともともとブッダは何えっ、ー、とね神様がいて普通 神様かららのの啓示で教教ええがが与えられるのが経典宗教要はイスラム教とかキリスト教要は神前保護っていう関係法律とか教えとか後で来るの神様が決めた神様が全てを作ったと考えるでも仏教はえっ、ー、とね人間が真理を発見すると普遍的な法則を発見すると悟るっていう概念なの OK? 法則っていうもの自体のことを「だるま」っていうんですよ。その「だるま」の中に「諸行無常」っていう概念が入ってるの。わかるだからそのえっ、ー、とキムチさんが言うところのルール A の「永遠」を手に入れたらブッダなの。理解できたこの「このルールを知りましょう」っていう「だるま」っていう概念があるの。だるまね。だるまは法,法律の法って書きます。 要はそれは人間が作った法律とか神様が作った法じゃなくて宇宙に流れる永遠不変の法則みたいなものを人間が手に入れる知ることができて手に入れることができると人間がブッダに変わるの覚醒者に変わるのっていう宗教なのそもそもがだからそのさっき言ったキムチさんが言ってるルールー A の永遠性そのものもがダルマなそうブラックマンじゃないそれはねドープさん違う。 諸行無常っていう概念自体がダルマの中を説明原理これがねいいところついてるんだよあのね要はね理数系の人間が仏教につまずくのがそこなの要はオウム真理教があの理科系の人間取り込んだのがそこなんだけど実はめちゃくちゃあのねあのディスクリートマスの世界じゃないんだよ矛盾を彷彿してるっていうことを言いたいんだと思うんだけどあのねうんとね ど,どっかから話せばいいかなキムチさんの考えを掘り下げていった方が多分分かりやすいと思うからキムチさんどう今のところそれでで納得できてる要はそのほうーんとねうーんまあまあ今話したいことは話したから質問待とう質問とか解釈を待とうてかキムチさんとこういう時電話でサクサクやれたら面白いんだけどね それこそ朝まで生テレビみたいになるんだよ仏教仏教を深く理解するとか宗教ディベートになるからすごく面白いこういう時にコラボやりたいんだけどねまだ納得できない諸行無常の概念的には西洋的に無限にメタ視線になるのではないってことかなうん 無限にメタ視線になる無限ににメタ視なるっていうのが意味が分かんないな空の概念を話した方が早いかな仏教にはえっ、ー、とね厳密に言うと「ある」とも言えるんだよ。っていうのもさっきの歴史をまた戻るんだけどもともとはバラモン教の教義でカウンターで生まれたのが仏教の だから前提として神様がいる世界観の中のカウンターで生まれたのが仏教なのね要はねパンク運動みたいな感じなの当時からすると仏教ってでだから、えー、そうロックとかパンクに近いのねだから、えー、と仏教の中に神様がいるっていうよりもその当時の当たり前の世界観として神様がいる世界観に対してのカウンターだから説明原理としての神様がいっぱい出てくるそれがさっき言ったブラフマーとかだね うん。煩悩と欲望は一緒。ならば欲望は捨てなければいけないのか、欲望はあってもいい、当たり前の。いい質問だね、ヒロさん。えっ、ー、とね。だから仏教では死んだ後に本当の涅槃が来るって言ってるの。要は生きてる限り。欲望、生存欲求は残るわけじゃん。 だから死んだら仏様になるっていう死んだら仏になるっていうのは日本人でも分かるからそれは本当のニルバーナっていうのは死で完成形になる要はだって体が滅ぶからだから生きてる限りは無理だっていうのが仏教のすごくいいところ要はブッダが言った中道っていうのは欲望を抑えようねって金銭欲とか性欲とか食欲とかが暴走すると世の中滅ぶよって言っただけ。 だからほどほどに抑えたら幸せになれるよって言ったので死んだ時に初めてにイルバーナになるダルだるまの外にもさらに上位だるまがあってみたいなことではないって理解できましたそうえっ、ー、とね OK すごくいいそうそのだるまが最上位概念でだるますらも縁起なのだからちょっと複雑なの説明するのだるまも縁起なのうん米だとうまく伝わらないわかるわかる 要はねだるまが最上位概念っていうよりもその,うーんとその時に形成してる法則性のことをだるまっていうから要は法則性が広がったらだるまが広がってることになるからそれを要はね完全中小空間のすごくく IQ 高ないいと難しいこれはあカウンターってどういう意味合いイメージ OK です。えー、と えともちょっと難しい話になるんだけど、えー、一番最初の、えー、仏教ができる前のバラモン教っていうのは仏教に滅ぼされてヒンドゥー教に生まれ変わるんだけれどももともと教義っていうのはものすごく厳密だったの要は書物でブワーって書いてあるようなでそれをウパニシャット哲哲学学っていう哲学書があるのね要はウパニシャット哲学がバラモン教の教義になってると思ってください。 でこのウパニシャットの最終奥義って言われてるのがボンが一二でそのボンっていうのが、えー、さっき言ったブラフマーです。要はボンっていうのはボン天っていうのは世界を作った創造神つまり一神教なんだよもともとの世界観は。ブラフマーっていう神様がいてボンと我。 我れっていうのは俺らのことね一人一人の人格アートマンっていうんだけどこのボンと我れは一体であるボンが一によっていうことをずっと説明してるのだからカルマがあるゴーがあるえー、リンネがある生まれ変わりがあるっていうその複雑な論理があるのねここに対してブッダは何を言ったかっていうと「がなんてねえよ」っつったの <laughs> 超ロックなんだよお、ま、さっき言ったけど これ水とか自分とか言ってるだけで俺が話したりとか殴られたりとか殺されたりとかいろんな複雑な要因があるけど記憶を担保にして自分があると思い込んでるだけだよって要は3歳の頃の自分が自分って言えるってお腹の中にいる時の6ヶ月だった自分の自我っていうものが形成されてない時に自分なんてものないだろうって。 要は実は自分があると思い込んでるのは過去の記憶を担保にしてるだけで「我なんてものはあるようでないようなもんなんだっていうとあるようでないようなもんじゃなくてないんだって言ったのつまりこの「ボンが一如っていう最終奥義を崩した人なの論理でこれがカウンター八百万神は全く違う流れそういうこと で最終的には悟りは体感ねドープさんは多分それが言いたいんだと思うでもまあ,あの勉強もすごく面白いから仏教が深いっていうところがまあ逆にね仏教全く興味ない主婦の人とかも聞いてもらいたい何でお坊さんこうなのとかさあのなんか測って何なのとかもう何でもいいよ疑問とか質問とか全部ぶつけてほしい俺が知ってることはシェアする 要はね名前っていうものが永遠性を作ってしまってるんだっていうことを仏教は言ってるのそれは人間の思い込みであってそんなものは存在しないってブッダは言った要は自分なんていないんだって言った要はアートマンなんかねえっつったこれがやばい要は究極だよね自分なんていないって言ってるのも うん俺って本当に存在するのかうんとねブッダが言ってる意味合いのそれとは違うあの要はマトリックスなんじゃないかとか幽霊なんじゃないかとか実は植物人間なんじゃないか的なんまあニュアンスとしては合ってるんだけどブッダが言いたかったことは違うね要はねいいこと魂はないって言ったのすっごいいいこと言ってるどこでもさんは 要は「アートマンっていいううののがその魂っていう言葉なの要はがって言葉ね。ボンガ一のが「凡蛾」一二葉のガガのことを「魂」とか「データベース」とかいろんな信仰宗教が言うでしょう。要は「霊」とか「魂」とか「精霊」とか。それがないって言ったの。そんなもの存在しないって言ったの。そ,うそれを解説したのが空論ね。さっき言った「ナーガールジュナ」とか「有意識仏教」とか。要は後に学問として発展していくのね。 でもブッダはそれを人によってバカな子とか子供には子供用に教えた、えー、バラモン僧侶とか学者とかには学者用に論破していったのだから子供用に言ってるお経と,、えー、と学者に言ってるお経が混ざって教わってるの俺らは中国語に翻訳してる時点だから矛盾だらけに聞こえるのうん無,無でもあるし無でもないっていうことかな 死は怖くないです。今ええー、と。僕は実際死が怖くなくなったのは仏教の影響はかなり強いです。正直言うと子供の頃死ぬのが怖くて怖くてしょうがなかったですね、うん。死は救いなんだっていうことが分かった。むしろ永遠に生きる方が怖いっていうことがよく分かった。仏教を知ってから。 んならむこれはね多分ねさっきのキムチさん納豆キムチさんとどこでもさんとか今みんなが思ってる疑問がすごく深い次元に入っていってすごく面白いんだけど空論のそろそろ解説をした方がいいと思うけど仏教の空っていう概念あるじゃん空,空とは何なのかっていうと、えー、と,有と無を包括してる状態これが仏教だって言ったの簡単に言うとね ナガル・ジョナが発見したのは空っていう概念のブッダが言ってることは空だよって意味わかるあるとないが包括してる状態って意味わかるいや解釈問題だと思うよ多分だから仏教はそのあの経典要は聖書を書くなって言ったんだと思うだからブッダ頭良かったんだ でもイエスは死んだ後にさ作ったあ,のあいつが作った宗教じゃんもともとユダヤ人のんだっけ目潰されたやつ、うん、この昼い泣き私から入り演するに抜けるああだから「無我に抜ける」っていうのが悟りだから合ってるかな宮崎哲也さんの言葉としてはすごく正しいよね要は 要はこの比類なき私画、ね、から演技する無我に抜ける要はこれが下脱ってことだよこれを下脱でさっき言ったその「我っていうのがない「無我に抜ける」っていうこれが悟りだっていう要は宮崎哲也さんらしい言葉だねじゃ、うん、言ってる意味わかるでしょ哲也さんのい今の解説で深まるでしょ、うん、この比類なき私要はが「蛾私だ」 自分だ自分,自分っていうものが、ね、演技してなくなるっていう、うん、宮崎哲也さんはブディスソだもん、うん、すごい言葉だね「この広いなき私から入り演技する無我に抜ける」悟りまでのプロセスを描いてるね、うん、で「く」「言う」と「無」が一緒にあるっていう概念って意味わかるかなそ,そこが理解できるかどうかなんだよ そこがすすごごく、く理としてすごく重要なところ。要はあるとないが内包してる状態ってイメージできるだから抽象空間脳を使わないとダメだよわかるみんな分かってたら分かってるでいい分からなかったら多分こっから先の議論は多分意味がわからないっていうと思うでも絶対理解できる 理解できるあるとないが内包してる状態っつってこうイメージができる大丈夫すごいね仏教の話で125人集めるっていうのは多分ここだけだよねまあやりがいあるよねうん 解説不要大丈夫空の概念は解説不要、うん、頭あいやそれは体感ができてる素晴らしいあ納豆キムチさんはできてる要はそれをブッダは言ったの頭の中で想像して理解できてるけど体感ができないっていうのは正しいそれが空なのこれはねどういうことかっていうと数学上の 点とか線とかに近いって言われてて、えー、数学のさみんな大丈夫今みんな起きてるちょっとロムってる人手挙げてみんな「の」って書いて一回出席者がどんな感じか見たいから一回出席確認します「の」って書いてくださいどんな層が見てるのかモイストがいると金魚姫いる納豆キムチヒローさんオッケーオッケーお経の CD さん ここすっごい重要なことだから。数学、算数の、ミースケもいるんだ。うん。マドさん、創価学会だから根本的な、創価学会は大乗仏教です。僕、大乗仏教大っ嫌いです。テポドンさん、入浴剤さん。えっ、ー、と、っていうか、創価学会はそんなこと教えねえわ。ハンニャハラミーターとか教えてるだけでしょ。創価学会なんだっけハンニャハラミーターかえなんだっけ創価は。まあいいや。えっ、ー、と、数学の、 点の定義ってわかる数学の点の定義わかる人南無法連経だ。ありがとう数学の点の定義わかる人いますか点の定義わかる人書いてください数学上の点,点の定義数学上の点の定義を書ける人は書いてくださいありがとう 数学上の点の定義点点の定義わかりますか点の定義誰かコピペでもいいよコピペでも点の定義書いて点とは何か素晴らしい厚みのない線と線が交わった箇所素晴らしいじゃあ線の定義を書いてください 線の定義を書いいてください今度は線と線が交わった場所あのね厚みがないっていうとあれなんだけど面積のない線と線が交わったところが点なわけでしょうじゃあ今度線の定義線直線とは何なのか線とは何でしょうか じゃあ俺が言うわ線とは幅のない長さ幅がないっていうのは面積がない体積もないってことねで線の端は点であるとで直線とは点と点をつないだのが線 OK ここまで OKOKOK、OK OK OK、みんな共通認識ねここすごく頭使ってよ点とは何なのかっていうと線直線と直線が混ざるとちょっと待ってね 行くよみんな頭使ってねこれを線と仮定しようこの線と線が交わったこここの部分が点だよね OKOK、OK OK、ここが点線と線でこの端と線の定義っていうのは点と点を結んだものが線だけどここにはトリックがあるみんなさ今さ視覚的に見えてるの分かる点と線が OK OK、だったら、OK、って書いてよこれ分かんなかったらもう絶対伝わんないからこれ視覚的に見えてるの分かる点点と線が見えてるでしょ縦の線と横の線がでもここには大きなトリックがあるんですよ面積も厚みも体積もないから目に見えないはずなんだよ分かるこの鉛筆っていうのは家庭の話なのみんなが鉛筆で 線をを引いいちちゃゃゃっったたり点を書いちゃった時点書時で面積積と体積あるじゃん実は言われてみればでしょ本来の数学上ではこの鉛筆は見えてないはずなのこの空間には存在しないの。でしょ分かったでしょ意味が。だけど分かんないから入ーーク財産もう一回言うよ線があると線と線の端っこが点でしょこの二つがこの指先が点なの。 で線と線を結んだところがここが点なわけでも線と点の定義もう一回読み返してみて厚みがないわかるゼロなの実は点なんてものは存在しない世の中に点を見せろって言って点書いたのは点じゃないの体積あるじゃん面積もあるじゃん鉛筆でちょこんと書いても何ミクロンか何ミリかあるでしょだから本来は点と線なんてないの世の中には。 数学宇宙上における脳内だけであるだからさっき言った、えー、と頭の中では想像できるけど体感がないって言ったのは正しいの。要は仏教が言った空っていうのはこれあ,あるとも言えるしないとも言える状態のものの概念としての状態この現象のことを空って言ったの。ルジ女ナやばいっしょ。言ってる意味わかるこれが空。 要はブッダが説明してるのは空なんだっていうことを言ってるの分かったこれがアートマンなの自我っていうもの魂っていうもの輪廻っていうものあの世っていうものあるようでないっていうの面白いでしょ仏教って難しいだから簡略化しちゃったの大乗の時に要は何も標法蓮華経を唱えてたら幸せになれるよって言っちゃったのうん あのね大乗は俺はでもねダメやっぱり大乗はダメ儒教教と道教の影響を強く受けすぎてる要はさっき言ったあすごいいいこと言ってるだから哲学者たちが西洋の1600年代700年代の哲学者たちが仏教を目の当たりにしてビビったの。 俺らが超頭使って積み重ねた学問要はあいつらっていうのはあるあるある神様はあるあるある前提で作ってたのあることを前提にやるのが科学なの哲学なの学問なの積み重ねていくのが学問なのあることを前提にそれが知れば知るほどないことも知っていくっていうだからシュレディンガーの猫とかまさにそうじゃんだからえって俺らがこんだけ証明していったことを 要はシュミレーションだけで3000年前に仏教のブッダってやつ悟りついてたんだっつって驚愕すすんだから1800年代の哲学者たちは仏教の影響をかなり受けていくの1900年代とかニューエイジとかの運動とかあるでしょそでもその句をどう応用することになるの面白いいいところ来たねえー、いいところ来たな応用するかえーと さっきも言ったんだけれども、ナーガールジュナーは何をやった人かっていうと、ブッダが言っていた言葉っていうのを頭の中でシミュレーションしてテキスト化した人の。えっと、簡単に言うと1、一たす一はなぜ二になるのかっていうのを言葉で証明を行った人なのね。それが空論っていう概念の。だからブッダが空を言ったわけではないの。 これが仏教の面白いところなんだけどブッダは何をしてた人かっていうとただ単に「悟りましょう」って言ってた人幸せになりましょうって <laughs> その論理が難解すぎるの。だから、えー、と,その学問として矛盾だらけだから矛盾盾だだららけかはは実はないんんだだよよ矛盾じゃななくて空なんだよって空っいう数学的というか学問的に定義化した人が大天才ナーガールジュナー。 要は悟った上で学,学術的に落とし込んだ人だから大乗仏教の,そのすごいところはそこなんだよっていう面白いです「ペンペンありがとうアイテム」面白かったらアイテム投げてね守ってねこの放送俺も食っていきたいからうーん例えばじゃあ面白いエピソード一つ話いいですか仏教の中の面白い分かりやすいエピソード物語えっと 仏教は嘘をついていいてんですある特定の条件下において。っていう一例をやりましょう。普通さ西洋人とかって嘘をついたらダメだっていうことを教えるけど仏教では嘘をついていいことになってるんですある条件が満たされた時だけなんだけれどもそのエピソードを1個紹介しますね。えー、とこれは俺の放送聞いてる人は何回も聞いてるから申し訳ないんだけれどもブッダがある街を説法って言ってその旅をしながら そ民衆を救っていた時のエピソードなんだけどある村に着いたら死んだ赤ちゃんを抱えてるお母さん若いお母さんがいました、まあ、明らかに死んでるとでその時にブッダっていうものすごい大天才病気も治す教えも説く、えー、と国は豊かにするもうとんでもない人がいるとこの素晴らしいお坊さんだったら我が子を生き返らせるに、えー、違いないと。でそのお母さんは 自分の生まれたばかりの子供をブッダに見せたのこの子を生き返らせてくださいお願いします大切な子供なんですって泣きながら訴えたのその時にブッダは言います分かったっていうのこの子生き返らせてあげるよって即答するの弟子たちからするとちょっとブッダさんマジっすかってなるわけじゃん。だって <laughs> 死んだ人間は生き返らないって散々解いてるんだよ しめちゃくちゃゃくでしょ仏陀死んだ人間生きかんないから生き返んないからってずっと修行中にさんざんき込んでるのに、ね、お泣きながらお母さん死ん,だおか死んだ子供を持って,ってるね来た人が現れたら死んで生き返らせてくださいって言ったら「分かった」って答えるのよ。えってなるわけじゃん弟子からすると「ブッダさんそれ嘘っすよ」みたいになるじゃん。で何をするかっていうとえっ、ー、と。 え薬草を作ると1週間後に再開しようってで僕はそこの山に行って薬草を各種取ってきて弟子たちと一緒にこの子を生き返らせるために薬草を集めてくるから君にも協力してほしいって何でもやりますって答えるこの村って何百人も住んでるよねって家何軒もあるでしょってその中で家族とか大切な人が誰も亡くなってない家庭がどっかにあるはずだと。 ね、その誰も死んだことがない家庭大切な人家族失要は死人が出たことがない家を探してこの村から1個は必ずあるはずだからその中で、えー、とそのお塩かなんかを取ってきなさいと分けてもらいなさいとその薬が絶対あ薬を作るためにはそれが必要なんだ分かりましたってそれ1週間後までに全部村回れるよね大丈夫だよねってそしたら生き返らせてあげるからねって言ったの。 1> で1週間後ブッダは手ぶらで来るの弟子たちを引き連れてその時にお母さんは言うの「あのもう亡きは埋葬してのブッダ様ってあなたのおかげで私は目が覚めました」って、えー、村の人たちに「えー、とお塩をくださいと」と「この家族の中で亡くなってない人を探してるんです」お塩を分けてください」って言ったらみんな泣きながら あ,のあなたがどんな苦しみか分かると私も幼い時両親を亡くしたとか隣の家に行ったら大切な奥さんを失った私も子供を失ったことがあるみんな優しくしてくれたとみんな悲しみを背負っているのが分かりましたって私は前向きに生きていこうと思います。これが方便のの概念なのつまり 教においてはブッダの考えではその人が悟るためであったらその人の苦しみが解放されるのであれば嘘ついていいやっていうことのその人が悟るためであればねもしくはそのテクニックを自分が持っているのであればその人のためになるなら嘘も魔術も何も使っていいっていう概念のだけどアスペのやつがこのエピソード聞いたらブッダ嘘つきじじゃゃんんってなるじゃんだって嘘ついてんだもん。 これがお経とかにかんしかも漢字で羅列されててるるかからわけわけんなくななくってるの日本人がパニックになるだってさブッダ最初の,えあの前半の時に言ったけどお経呪文を唱えるなバカにはバカ向けに話せ学者には学者向けに話せアメリカ人には英語で話せフランス人にはフランス語で話せって言ってるのはここなんだよ。要は日本人ってハンニャハラミタってあれ意味わかる諸行無常で意味わかる あれ日本語じゃないからこれやっちゃダメだよっていうブッダが言ったのはここなの要は呪文化すると意味を持たなくなる意味がなくなったっていうことは誰も救われないっていうことを分かってのだからやるなって言ってるのに漢字かしちゃったここがさっき言った大乗仏教の最大の間違いっていうのはここねだから本来その空論であったりとかその大乗の考え方はオッケーなんだけどブッダが恐れていたこと偶像崇拝 要は仏像を作ってフィギュア化したりとか、ね、コレクターが現れたりとかすげえっつってご本尊のご利益があるとかないからって言ったの仏像を拝んでも救われないから呪文唱えても救われないから絶対やるなっつったのそうあのねいいとこついてきたありがとう葬式とか意味わからんあれね実はね道教と儒教からなんですよ。っっっててさっきも言たたんだけど死体のの身ぐるみで服を着てた人の 国と家を捨てて作った宗教のあのね冠婚葬祭関わるなとも言ってんの本来の仏教とはお葬式葬儀やっちゃダメなんだよ知らんかったでしょだから日本の仏教と面白い中国語で呪文を唱えて仏像キラキラの金ピカのねフィギュアを置いて偶像崇拝しながら呪文を唱えて 金を収入得ちゃいいけないのお布施で生きていかないのに金を巻き上げて戒名をつけてベンツに乗って肉食ってキャバクラで酒飲んでしまいには葬儀がメイン収入なんだよだから俺は仏教大乗仏教とか日本の仏教に仏教なんかねえっつってんの疑問なのはそんな簡単な論理矛盾をなぜ大乗非仏説が出るまで気づかなかったいやそれは納得キムさんさっき説明したじゃん 日本はもともと遣隋使遣唐使を派遣して大乗仏教を入れたからわかる仏教っていうものが本来は中国で中国の教えとして取り入れたからわかるシュレディンガーの猫は検索するとわかるよあの量子論かなシュレディンガーの猫はわかる大乗非物説論っていうのはえっ、ー、と中本 なんだっけ江戸時代のね学者が唱えるんだけど要はね、えー、と原始物典とか上座部物典っていうのが入ってこなかったからだね日本に。シュレディンガーの猫言葉初めて時にた潮汐学では有名な話ですねだから地政学的な問題だね簡単に言うと。 要はパーリ語とかそのの経典とかを手に入れるまでに時間がかかったっていう。 朝原は古い物件を掘ってたよな文化人もそれにつられた実際翻訳チーム持ってたかんねあのパーリ語とかサンスクリット語とかの経典を所,所有してただからオウムは確信犯でやったんだよあれを要はやつらは理解してたんだ最近流行ってる直送でいいかもねお通夜葬儀なしの家族だけまあまあそれは宗教によるからいいんじゃないの好きな宗教を選べば。 俺はやらないっていうだけでやってる人を否定はしないよそれは家のルールとかさその人の生き方があるじゃんこの中にも大乗仏教の人いるかもしれないけどでもねあの俺が怒りを覚えるのはお坊ささんががこれをなななぜ話いいっていうのが嫌なの嫌本来はお坊さんがこれを毎日毎日解いて、ね、お坊さんが生放送をやってお坊さんがお布施暮らすのがお坊さんの生き方なの。 悩んでる人のカウンセリングするのがお坊さんの生き方のそうじゃないの開名だとかで金取って葬式で金取って仏像を売って金取ってネズミみてだな本当に俺はだからその坊さんがこれをやれっつってんの坊さんが本来の坊さんの職業なんだから滝に打たれたって何にもなんねえよ もちろん本人の修行もそうだけど俺はね葬式やっぱりねどこの国でもね石を置くでしょ。 これは俺の仏教関係ない俺がその分析したので、ね、死ぬのが怖いんだよ死が身近にあったら困るんだよ生きていけないだからあんな重たいものとか載せたり石で封印するんだよ焼くんだよ生き返られたら困るから生き返られたらっつうか怨念が死者をやったらだってさ若い女の子がさ旦那さん死んじゃってさ死者を引きずったら生きていけないじゃん子孫繁栄しないじゃん焼くんだよ 石で封じ込める3年経ったら忘れるから新しいパートナーと出会えばいいだからね人間の本能なんだよそうだけど完全に忘れるのもダメだから弔うっていう,そう年に1回は思い出してあげようっていうだから生きてる人のものだと俺は思ってる生きてる人のための呪いなんだよ墓っていうのは呪いとも言えるし戒ましめとも言えるし ままあまあ仏教を語りましたね久々、うん、こっからねもっと深く掘り下げていくと面白いんだけどね荒屋敷まなしき群衆とか有意識仏教とか話していくと面白いけどああそうなんだ、うん、プロ配信者ならアイテム飛ばせてよ ごめんね力なくて、うん、申し訳ないリンゴさん、うん、その力がないんですよ僕には俺あとプロ名乗ってないよ、うん、俺はいいのいいの、うん、あのお金稼ぐ才能はない ネシアはイタリだだよよ <laughs> あ、正解言っっちゃったよ <laughs> ポンコツだな <laughs> フランスだよって言わないといけないところイタリアだよって普通に言っちゃったよ <laughs> ごめんもう一回振って、うん、ありがとうハートありがとう葬儀スタイルも時代ともにスタイルも多様化してるけど多くの人が一般葬儀だと思う代で、ね。 ネガティブな感想を持つ人も増えてる、うんうん、でもその死ぬっていうことと生きるっていうことと要はね俺はね宗教って何なのかっていうと死と生の学問なんだよね。死ぬことと生きることを定義づけるために僧侶がいるんだよ本来は哲学者とも言えるけど。あの でもね宗教がなくなるっていうのはありがとうパフェありがとう延長しますお気持ちアイテムいただけると嬉しいです延長しますあありがとうフォローよろしくお願いしますオムレツさんありがとう要はね死と生生きる理由がなくなった死ぬ理由がなくなったありがとうな得ときさんだから怖い日本は宗教をバカにしてる宗教家の堕落だからね宗教をバカにしてるっていうのは私無宗教ですって若い子に平気で言わせてるのは宗教の堕落だよ 要は金儲けばっかりやってるから子供たちに響かなくなった、うん、だって面白かったよってアイテムくれるんだから子供だって話したら面白い例えば面白いエピソード一休さんとかもいっぱいあるんだよ一休、うん、さんが猫をいじめ殺そうとしてたの一休さんじゃない一休さんがあの僧侶でしょ一休さんとお坊さんだからあの一休さんのお寺の中で子供がいたずらっ子が猫を殺そうとしてたのウェイウェイっていじめて猫をぶったた,たいてた いっきゅうさん怒る「これはやめなさい」ってそんなことをしたらねあなた地獄に落ちるよってあじゃ猫をこうやって叩いてたら猫に生まれ変わるぞって説教したの一休さんが一休 <laughs> さんってとんちで有名な一休さんだよ。「猫をいじめてたら猫になる生まれ変わっちゃうぞ」って言ったらその子供そうなんだ」って言って包丁を持ってくんの。<laughs> で一休さんのこと殺そうとすんの。 ね「ちょっと待てちょっと待て」っつって一休さんが止めるのよ「なんで私のことを殺そうとしたんだ」って言ったら子供が言うのよ「一休さんみたいに徳の高いお坊さんになりたいから一休さん殺す」っていう <laughs> これ面白くない、うん、子供の方があのがあが素直だし子供の方が頭いい一休さんが一杯食わされたっていう有名なエピソードね、うん、いや論理的には子供の勝ちでしょ一休さんはその,あの方便でさ 猫猫をいじめるると猫に生まれ変わるぞって言ってて言花火ありがとうございます子供は賢いよ。そうっていうその一休さんが一本取られた要は方便が効かなかったっていう仏教エピソード日本のエピソードあるあとね猿沢の池だっけなちょっと待ってね有名なね俺の好きなあの仏教そのものをあの表す言葉があるからちょっと待ってね まあ、マハーヤーガについての概念とかもそうなんだけどちょっと猿沢の池だったような気がするんだけどちょっと待ってねうんああとね「大安仏滅」っていうのは仏教でも儒教でもないですよ「大安」とか「仏滅」って「六葉」って言葉なんだけどみんなさ仏教用語だと思ってるでしょ違いますよあの神道でもないですよあの陰明道ですからこれ、うん、知らなかったでしょ 日本って宗教めちゃくちゃ入ってきてるからねえー、っとちょっと待って、ね、猿沢の池ちょっと待ってね猿沢の池の下りってこだったっけなほらこの辺ね仏教は近代科学の先駆けだった。 ちょっっと待ってねすごくねいいいい俺が好きなねあの日本のこれは仏教お坊さんがね作った歌があるんだけどこれがまさにねあの素晴らしい仏教そのものを表してるっていうちょっと待ってね仏教コメンテーターではないよその 要は誰もその死ぬことと生きることの説明説得されたことがなかったの死ぬのが怖くて怖くてしょうがなかったのこの小学2年生からでその時に初めてそのあすごいなって思って仏教と出会ったのいくつぐらいかな20 23かなあ,あすげえ頭いいじゃんって。 仏陀自身ね。仏陀自身はすごく頭いい。ちょっと待ってねここかな。仏教の話だったらループでもいい。でもね、あのー、座禅やらないと結局ダメなんだよ。 でもねあんまりそれはね放送で話したくないなんでかっていうと必ず仏教の話をしていくとあのー、これよくないのがね神格化,化していくのやっぱりだから俺あんまり控えたの学問としては俺は素晴らしいと思ってるの俺仏教とか宗教を学問として捉えてるのねだから俺は無宗教なんだよあの仏教好きなんだけどブディッソではないの俺はねこういう話をするとあこの人何でも知ってるこの人すごい 囲い出すそうう体感なんんだよねヒロさんの言う通りでそうすると花火が上がるでそこにつけ込んでいくと結局朝原とやってることが一緒なんだよそう二度とやらないもったいないよちょっと待ってね結馬行法華経ちょっと待ってね猿沢の池うん。 あ唯物仏教は唯物論じゃないのかっていう反論に対してのカウンターが書いてあってすごく面白い聖書と何が違うのか唯物論ではないその空空であるという理解をする人もある一切のものといえば魂も当然入る魂が実在がしないというのはそれは唯物論ではないか一切のものを否定する仏教の本質とは唯物論のほかならないのではないかこの批判はインドでは盛んになされた批判である 仏教を本当に理解するにはこの「仏教は唯物論ではないか」という批判から入っていくのが良いこの批判に応えるためにインド仏教は苦心したとかねその要は仏教を批判するる勢力も出てくる要は唯物論だろうお前らっていう要はそのさっき言った学者同士の会話で論破されそうな時にどういうふうにあの仏教は論破したのかっていうね。 インドの一般学者は自我アートマンの存在を承認してるが仏教ではその存在を否定したとかね人間には我存在ですという自覚のあることが認められていたがそれは我が実害することを説明するのではなくて、えー、名に過ぎないと考えたとか、うん、まあこういうのを噛み砕いて噛み砕いて面白いエピソードとか。 本質的な話とかができたら面白いなと思ってんだけどあとここには三島由紀夫の話が出てる三島,三島由紀夫がその北条の海っていう最後の四部作を書いたときにこれは仏教の世界観を書いたんだっていう,う三島由紀夫はすごく仏教を分かっていたでその有意識仏教のあのことを書いてるんだっていう。三島由紀夫はすごい仏教について本質を得ていたとかうん 五百円で、まあまあまあ座禅は面白いですよ。<laughs> ちょっと待ってね、猿沢の池のあこれだ、行くよ。皆さんいいですか。えっ、ー、とね、放送え放、ー、送州の寺である幸福寺の高送。 えー、田川俊英氏はこの著書「有意識十章」の中で有意識を表す言葉として次の短歌を弾いている。OK ですかあツイッターに後で書こうかこれ。ツイッターにツイートしておこうかこの短歌ね。えっ、ー、とこれは、えー、と発想集の興福寺の田川俊英さんの、えー、歌ですね短歌です。手を打てば 恋は江戸聞き鳥は逃げ女中は茶と聞く猿沢の池すごくない？手を打てば恋は江戸聞き鳥は逃げ女中は茶と聞く猿沢の池これはねすごい放送やっててねよくわかるこれはね猿沢の池の前でこのお坊さんがで叩くシーンを描写してんの手を叩く そうすると鯉は餌がもらえると思ってパク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 寄ってくると餌だ餌だパクパクパクってで鳥はパンパンってやるとバサバサバサって逃げてくとで女中はあのね自分たちのまあ召使いだからお茶ですかってうんうんあいいよいいよ拡散は全然支援だからあのツイートあげちゃって。 手を打てば、恋はエトキキ鳥はは鳥逃げ、要は手を打つっていう行動だけで恋は餌だと思う鳥は攻撃されると思う女中はお茶が欲しいんだと思うこんなに勝手なんだと。わ <laughs> かるわ <laughs> かるそうつまりその人間の由意識要はえっ、ー、と「四心のことを言うんだけど「四っていうのは。 あの心の捉え方によって物事の解釈はこれだけ変わるんだとだから仏教ではその人の話を聞く時の理する修行法ねこれは今度仏教で教わる修行法なんだけれども、うん、茶碗があると。手を打てば鳥は飛び立つ鯉は夜途中はお茶を持つ猿沢の池パンパン。うん、例えば この水が真理だとしようかあダルマだとしよう悟るための知識だとするじゃん。でコップの中に水を注いだ状態がニルバーナ。ニルバーナっていうあちなみにあの仏教の用語だからねニルバーナっていうのは、えー。ニルバーナって急に言われると分かんないけど悟りのことを言いますさっき言ったダルマブッダになる条件がえー、っとえー、っとなんだっけ。 頭パンクしてきたな悟りでしょ悟りが手に入った状態をニルバーナっていうのだから悟るって言葉とイコールねだからあのニルバーナーってバンドはその仏教用語ね「ネハン」そうありがとう「ネハン」の「ネハンイコールニルバーナー」そう一つの物事にさまざまな受け取り方があるその受け取り方についてなんだけどその式要は仏教を一番最初に教えてもらう話 小林正ンさんのコップの水と話しあわかんない小林正ーさんがわかんないからごめんねヒロさんえっ、ー、とコップがあるとで知識っていうのがそのダルマだとで、ここが満たされたらニルバーナだとネハンだっていう状態だとするとその時に、えー、三読あのね多分ね小林さんの考え方じゃなくて俺が話してるの仏教の教義の中にある言葉要は経典の中に書いてある言葉だね。 ここの底が割れていたら、いくら水注い。でもザーって流れるぞ。って。これは聞く耳を持ってないのと同じだ。あのねき、ちゃんと聞いてなくて聞き流してるのと同じだって。割れたらダメなんだよって。だから、もしあなたが人の話をいくらき聞いてても忘れちゃったりとか。頭に入らなかったら、君の集中力の問題だから、まずコップを直しなさい。っていう風に教えるのうん。ありがとう。フォローよろしく。 ね、ここで修復をしなさいとそこから修行に入ろう知識を入れてこうて要は集中力を身につけなさいコップが割れていたらダメだよ集中力を身につけなさいで今度コップの中にたった少しの毒、うん、毒を入れていたらいくら知識を注いでもこの一気の毒で毒水に変わるんだと要はこの毒っていうのはあなたの邪念だと。 要は自分が知識を受け止める器があったとしても自分で毒を持ってしまったら全ての解釈が歪むんだってだからきれいにきれいにしておきなさい知識を入れる前に毒,が入る毒を塗るなと。で今度もうこれは最悪とそもそもコップを逆さまにしてる人間がいるともう聞く気が全くないやつね。これは俺は俺ニコ生でもう散々 とと割れてるやつとコップそもそも話聞く気がないって <laughs> そんな逆さまにされたコップにいくらとんでもなく正しい知識を注いだところでそうアンチ <laughs> そうポイズンは先入観その通り先入観と集中力とそもそも受け入れる体制を整えなさいって。それが で水が注が注れ要は心理が注がれて初めて成立するのがニルバーナだからそうだから解釈を歪めないでその物事の本質を捉えること毒を入れないこと先入観を入れないこと聞く耳と集中力を持つこと、うん、それとそもそもコップを逆さまにしないいことっていうことね <laughs> そ,うそ,うそ,うそ,れそれは仏教の修行でまず一番最初に教わることそのための準備が座禅なの。 だから座禅した後に説法するでしょお坊さんであとなんだろうなあまあ仏教だけじゃなくてねいろんなものがあるんだけどそのこの本の面白いところはその 全部ねグラフ化っていうかねそう仏教の難しいところ荒屋敷とかを図式に表していくんだよね、まあ、これ見ても多分何言っても小難しいと思うかもしれないけど実は仏教ってすごく簡単な理屈なんだよってこれは有識仏教のその、えー、と君住種子っていう荒屋敷まな屋敷って言ってそう俺らの脳みそがどうなってるのかっていうだから俺はこの荒屋敷まな屋敷とか言っちゃうと分かんなくなるから。 そのフロイトとか要は現代に馴染んでる言葉深層真理とかあの無意識っていう言葉ってもう仏教で解説が終わってんのとっくにだからさっき言った1600年代とか1700年代の哲学者たちが無意識とかを発見していくわけじゃん。それって実は3000年前にブッダがもうとっくに発見してたっていう原稿趣旨とか。 無意識とかに何が行われてトラウマコンプレックスがどう形成されていくのかとかってもう終わってるんだよ仏教で3000年前に終わってるそれどころか3000年間磨き続けて論理形態を発達してるからだからこのねあのタイトル哲学の領域に関してなんだけど近代科学の先駆けだったっていうのは俺はすごく正しいと思うただ仏教にも弱点がある明確な弱点がある それはね、非暴力なんだよ要はね我がないから人間の欲望って捨てきれないから結局ね負けちゃうの欲望のある宗教に欲望を駆動する宗教に原生利益っていうんだけどあなたが生きてる間に幸せになれますよっていうのを金銭欲とか性欲で満たそうとするわけじゃん食事とかで。そこを叶えられるっていうねやっぱね願望は人間欲望を持ってるから欲に訴えかける宗教に負けるんだよね。 簡単に言うと戦争で負けるんだけどだからねものすごく面白いのが本当の仏教国ってえ他国を侵攻した歴史って今まで一回もないのこれもう超珍しいことあのすごくない一 <laughs> 回も他国を侵略したことがないんだよ武力を持ってただただ教えと噂と真理だけを解いていって 国を作って国を広げていったの宗教を広げげてていいっったた宗教でもさキリスト教とかイスラム教とかユダヤ教って何やってきたってジェノサイドでしょ言うこと聞かなかったら戦争でねじ伏せて女子どもを焼き尽くして途中奪うかあの言うこと聞かせて国を変えられるそう欲を捨てすぎてるのがだから仏教だからそうだからどんどん小さくなっちゃう。 植物だね <laughs> でもそこも誤解なんだよなちょっとな。うん、本当はねあの生きるためのエッセンスっていうのをすごくふんだんに含んでるんだけど、ねそのうん、本来の仏教とだからかけ離れてるからねそもそも俺らが生きてるの西洋哲学のな西洋人のスタンダードの中で生きてるから。あの 発展とはほど遠いんだよね自然と調和して融和して地球と共に生きていこうみたいな宗教だからっていうかまず地球の方が偉いしっていう宗教なの <laughs> 宇宙にはかなわないしっていうことを知るっていう宗教だから逆に西洋人の宗教っていうのはその何だろう力を手に入れていくわけじゃん支配していくそのエデンを開拓していくっていう。 神様から与えた地球を支配するのが人間の役割だっていう根本的な申しえが違うから、うん、ああそうね、うん、なぜ人のの幸せを宗教の中に見出そうとするいやいや見出そうとする人の幸せを俺はね違うあの俺がいつもこれ宗教とは別ねポッさんねあのね 俺ねもっと俺は仏教徒ではないからでちなみに無宗教あのね俺はもっとひどい宗教を噛んだよ俺自身のはもう超ドライアフリカで女子供が食えなくなって知らねえよっていうぐらい俺はクズ俺は俺の周りにいるのり子だったりたくみさんだったりコメント書いてくれたり優しくしてくれる人が幸せだったら他はどんだけ苦しんでもいいっていう宗教 嫌なやつだろう要は目に見えるとか俺の関わってる人は幸せになってもらいたいけど関わってねえやつがどんなに不幸になっても知らねえよって思ってるからだからねヒトラーみたいなやつなんだよ俺は。どちらかっていうとヒトラーがいい悪いかは別としてヒトラーにすごく似てる思想的には。まあそれが。 俺の答えかななさんに対する最近面白くないねもうこんななんかなんか老人みたいなこと言いたくないけどいいやつはみんな死んだみたいなさ戦争から帰ってきたさ生き残ったやつ勇者はみんな死んだ勇気あるやつといいやつはみんな死んだみたいな大手はみんなツイキャス行ったみたいな。 あーいいやつは死んだよって面白いやつは死んだよっつってツイキャスいるよってまあそれもそれでしょうがないん一番幸せな土地はどこだと思ってる土地じゃないんだよね人との関わり合いなんだよね多分俺の中の幸せってあの例えばさポさんさイタリアに住んでてもフランスに住んでても不幸なやつは不幸幸せなやつは幸せなんだよだから土地は関係ない あの厳密に言うと関係あるんだけど深いい要因ではない俺はね綺麗なお姉ちゃんとか自分が好きなお姉ちゃんと一緒にいるとか夢を語り合える仲間がいるとか笑顔でいる友達がいるとかそういうことだと思うのそういう人間がいるんだったらどこにいても幸せだよ。土地とか場所とかっていうのは関係あるんだけど俺は二の次だと思ってる。うん ミャンマー迫害はどうなのイスラム教徒殺してんじゃないミャンマー人がおえミャンマー人がイスラム教徒殺してるの地獄に攻めてきたら戦うよ仏教とは。だけれども侵害をしてないでしょ多分。俺が一番幸せに生きる土地はどこなんだろう地球かな 寝た箱になる気をつけるよ地球かな火星とか月とかに行きたくないかなプリンセスガーデン101号室が一番幸せだけどね少数民族迫害ア,ナン,アンサン数値女子が責められるうん そうだねいやえっ、ー、と幸せを見出すことイコールでもいいよあのねっていうよりもブッダが説明した原理っていうのはえっ、ー、と苦しみ欲望を滅することができたら苦しみがないから本当の幸せが手に入る時系列がぐちゃぐちゃになってるだけで幸せを見出すのもイコールでも合ってると思うよただ順番的には欲望を滅あ欲望を抑えることによって苦しみが減って幸せになるっていう説明原理かな hmm 久々に雑談で頭使ったな分量が多い頭クラクラするよ猿沢の池に付箋貼っておきたいな猿沢の池ツイートショックか。 でもなんかリツイートとか全然何言ってんだっていう感じだろうねツイッター民からすると。 中国出兵で中国沿岸日本帝国陸軍が占領したいだって日本なんか仏教徒じゃないもんずっと言ってるもんポポ、えー、ポップポさん何ポポップなんて読むのこれポップさんだから俺はさっきから序盤からずっと言ってるけれども日本は仏教を理解してないもんそもそも大乗非物説論派だから じゃあごめんポさんだよポップさんでもね仏教の中での自己矛盾はポップアップさんか アアッッププさんか、うん、カタカナに少し読うしよう,、ね、うちのリスナーは「<laughs> 梅雨と落ち、梅雨と消え、消える我が身かな。なにわのことは夢のまた夢」。 武士道で何でできてると思いますか、葉隠れ。うーん、武士道って何でできているのか。武士道。生きる理由を解いてるんじゃないの。 やっぱり死ぬ理由だけど生きるるる理由ををいてて方でアプローチを攻めてるんだと思うのだからその死で終結するっていうか本来死とは何なのかっていうのを徹底的に突き詰めるのが宗教の方なんだけど武士道の方は生きる方を説いてる生き方を説いて最後死で締めくくるっていう宗教と逆だと思うのね。 あー恥ねそれはね俺日本は恥の文化だと思ってるかな恥の思想っていうよりも日本人はいまだにその恥の文化だと思って恥じることを最も恐れてるっていうかまだから知らないことを知らないって言えない恥かくからっていうふうに、ん、でも俺はそのなんだろう 知らないことを知ったかぶってる人間ほど愚かなものはいないと思っててなんでかっていうとそのさっきその仏教で例えるならさその仏なんかいないんだよ。もっと言うなら西洋的に言うなら神なんていないんだよ。天才なんていないんだよね。みんな同じ人間なんだよ。その光学機動隊の元子の言葉で言ったら人間が生きていく上で触れ合う情報なんかたかが知れてると。 そ,のそ,そんだけの時間しかないわけじゃん。だから何て言えばいいのかなその知らないことを知ったかぶってるほど愚かなものってなくて知らなくて当たり前だと思ってんだよな俺は。その知らないことを探求しない心の方がおかしいよ。 武士道ってつけたのあれじゃないのあのアメリカアメリカでしょアメリカなんだっけ二戸稲造さんだっけなんか何でも知ってるかのように振る舞う人っていうのはなんか俺は微妙かななんか信用できないかなそう探求となんだろう 知ることってすごく難しくてさその何だろう理,理解してる深さもあるわけじゃん仏教では愛はどう捉えてるの欲望の駆動だねあのだから人を愛するなんてえっ、ー、と国家機動隊の中であの荒牧部長が「イノセンス」っていう映画の中であの荒牧部長がえっ、ー、と バトーに言う言葉があって「えー、と孤独に歩め悪をなさず求めるところは少なく林の中の像のように」っていう一説があるんだけど、えー、とそれはスッタニパータかなダンマパダタだったかスッタニパータだったかわかんないけど古い経典に書かれてる、えー、とブッダの言葉なんだけど、えー、とその一説っていうのは何を意味するかっていう「良き伴侶,に得らき伴侶を得られぬなら」っていうその。 枕言葉があるんだよね枕言葉じゃない前説か、えー、と前に説明があって「えー、と良き伴侶を得られ,る得られぬなら孤独に歩め悪をなさず求めるところは少なく林の中の像のように」っていうふうに言ってるだから人を愛するなっていうことを言ってるねあの良き伴侶に恵まれないなら、うん、そうそうそう久しぶりに聞いたうんそれはその バトーっていう男の人が元子っていうのが失踪してそのすごい優秀な上司とか、まあ、好きだった人間がいなくなった時にその荒牧部長がバトーに捧げる言葉だよね要は元子を失った自分にも戒めで言ってる言葉なんだけどね。 愛はだから基本的に欲望だっていう風に仏教では捉えてますもっと言うのは人を愛するなとまで言ってるかな 人を愛することがいいことだっていう前提で俺らは生きてるから現代人にはね仏教ってねねそそもそも入りづらいんだよね <laughs> 人を愛することって肯定的な言葉じゃん現代の解釈だとでも駄目だって言ってるからね <laughs> 要は3年も経ったらあのお前のことを裏切るし浮気するし極論その死ぬよって <laughs> その時にあの あんた苦しい思いすんのあんただよよね。すげえドライなんだよね。まあ正論なんだけど「永遠に君のことを愛し続けてくれる人なんかいないよ」って。 そもそも独占欲でしょう、うん、愛は盲州であるってまあさっき言った宿泊の中に愛別理区っていう言葉があるから愛別理区で検索してみると面白いかもね そう,うーんとね美人さっきも言ったんだけど仏教とかそもそも出家っていう概念はえっ、ー、と生まれた勉強をした大人になった仕事に就いた奥さんができた子供が生まれた財,を財産を築いた子供を育てて子供が大人になったさてやること人間としてやったそろそろ死ぬぞ死ぬのが怖いよね。 財産を置いて服を3枚持ってお茶碗1個持って爪楊枝1個持って死ぬ準備をしましょうねって言って出家するのだからそもそも家今の仏教って家で継いでる制度っていうのがそもそもおかしいっていう考え方元々の原始仏教はね その要は簡単に言うと60歳70歳とかの老人になってから死ぬ準備とかのためにやるもんなの、うん、そう枯れた後のものだからそうだからやることやった人が最後その死ぬために自分と向き合うためのにバラモンになるのねバラモンではないんだけど。 だからその子孫を残すための相手はどうやって決めるのかっていう問題はあのもうとっくにクリアしてるっていうかでまあさっきも言ったけど良き伴侶を得られぬならっていう前提条件で奥さんがその奥さんパートナーもちゃんとその。 炊事洗濯ちゃんとできて旦那さんに思いやりがあってっていうパートナーを得られるなら構いませんよってただ得られないのにパートナーを無理やり得ようとして家事もしない洗濯もしない掃除もしない旦那の悪口ばっかりそういうねしまいには育児放棄して生放,て生放送やって花火くださいって言ってるような悪い伴侶を得るね 選ぶなよって孤独それぐらいだったら孤独に歩み悪をなさず求めるところは少なく林の中の像のように生きなさいとそういうこと俺自分で賢いと思ってないけど自分で賢いという人は己で言わないよ君のことだよ俺がこの放送でいつ自分が賢いって言ったか教えてそうだね就活的な感じだね 君が勝手に賢いっていうふうに俺のことを賢いっていう評価にしてるだけです僕は自分が賢いと思ったこと一回もありません、うん、言ってないからずっと何だって140人ずっと聞いてるから俺自分のこと賢いと思ってないもん言ってませんタイムシフト残るからね薫さんアットマーク N-A-S-T-R-A-Y、えー、ーーさんね。カオルさん。言ってたよ。少し前にも言ってたね。証拠残しておきます。いつ言ったのか教えてください。恋が寄ってきたね。YouTube に記録残るんでね。 IQ 高くないとこれは理解できないけどって言って説明してたからかなっていうのはねそれは事実。もともと仏教ってあの、まあ、信者たちがバカっぽい人たちばっかりが入信してるから大乗仏教とか頭悪い人が信仰する宗教みたいになってるけど本当は別あの。超天才って言われてるような人たちがぶじゃないと僧侶になれなかったの。 だからさっきの空論の説明とかを聞いたりとかさそのすごくロジカルだっていうことがわかるでしょ一個一個丁寧に説明して段階を置いていかないと理解ができないのよそもそも空論にしてもさっきのこの例えにしてもねそう空とは何なのかあることとないことあと唯物論の否定であったりとかそもそも例えばあの大乗仏教をこの中に信仰してる人いますか そもそも大乗ってすべては仮だっていう風に仮定だっていう風に考えるのね。あのこれ大乗仏教の大原則なの。すべての現象は仮だって考えるの。言っても意味わかんないじゃん。これを説明したり理解する能力が必要なわけよ。だから I.Q. できないと I.Q. 高くないと理解できないっていうか本来の仏教っていうのはすごく知的なものなんだよ。 みんなと僕は違うとは言ってたよえー、っと皆さんいいですかえ真、ー、理というえー、水がありますとね法則とか知識とか真理という水がありますとここに一滴の毒を垂らして垂らしたと仮定しましょう一滴の毒を垂らしていくら真理を注いでも毒水ですからね皆さん <laughs> <laughs> 皆さん分かります、うん、割れてるねあ割れてる脳みそからもう頭離しても離しても抜けちゃう割れてる水いくら注いでもファーって抜けてきますから、うん、覚えておきましょうねそもそもねコップ逆さまにしてるやつもいるんで。 よかった役に立ったねフラグが立ったフラグ回収できた体幹ができるって大事だよね悟りは体感だから 話を理解する能力がない聞く気がない先入観を持っているこういう人は無理ですれじゃあ金ンさんとかよっさんの放送を見ると面白いと思うよカオルさん。<laughs> えっつって <laughs>。 金杯さんとかよっさんの放送見てた方が楽しいと思う。よっさんすげー、よっさんかっけー、金杯さんすげー。おはよう、もうおはようの時間？何時今？1時。すごい時間におはようぶつかましてきたな。おはよう。 いやだから結局そのなんで猿沢の池の下りを入浴剤くんね「なるほど」とか「うんうん」って言ってたやつは理解してねえだろうって言ったのは何で最後の締めの言葉を「猿沢の池」にしたかっていうとそういうことよ。手叩いて「恋が餌だ餌だ」って言ってさ「鳥は逃げて」「女中はお茶ですか」って要は結局受け取り手の問題なんだよ。 結局その真意なんてものはなくてただ手叩いただけでリアクションというのは全然違うわけじゃんでしょうだから結局そのブッダがその大乗を否定したのはそこなんだよね要は人を救うんじゃなくて自分が変わらないとあの真理なんか得られないよっていうことを徹底して言ってんだよ俺はそれはブッダは正しいと思うよ 人を悟らせるっていうことはさ不可能で自分から行かないと駄目なんだよ。 パフェありがとうおもちゃん。今来たの寝れないのっていうかなんか閲覧数バクってない ?143 でずっと止まってんだけどさ今閲覧数って何人なのかななんか俺のところに143ってずっと止まってるんだよ。 あいたの128かバグってんなふわっちバグりまくりだなほんとに <laughs> まあでも100人聞いてくれるってすごいよなこんなのほんとはさ10人20人が聞くような話だと思うけどまあ捨てたもんじゃんよね な彼女とかってあんまりそういうひどい言葉よく言えるよね女性に対してなんでそんな暴力的な言葉を使うんだいなんか嫌なことあったのノリコがあなたのことなんかいじめた ?30 分切れたどころじゃないよ最速のタイム叩き出したよ27分いやわかんない テルチャンピンの枠になんか俺が映ってたらしいよねすげえ面白いよねあれバグなのか意図的にやったのかは知らないけどあれくっそ笑ったよ <laughs> テ,ルテル見ようとしたら俺の寝姿が映ってたらびっくりするよね、うん、今日はねベストタイム27分だね超疲れたキツネからいるんだ、うん、頑張った なんか、ね、みーすけが「28分切れたら超高級肉を買ってあげる」って言ってくれて <laughs> 肉かと思ってまあ肉が食いたいっていうわけじゃなくてなんかこうなんかこうね走1個走るにしても退屈だからさなんか目標くれたのが嬉しくてさすがに27分はすげえ早かったなと思ったけど風強かったし。 超疲れたね多分ね明日はねもう歩けないぐらい筋肉痛だと思う、まあ、今ベストタイム27分だけどまあベストタイム叩き出すっていうよりは心肺機能を確保するのが目的だから、まあ、ゆっくりでもいいから毎日走るっていう5キロ続けるっていうことの方が大事かなまあもちろんタイムも上げていくのは目的だけど身体能力の向上目的だけど 一番は心心臓と肺だよね心拍ここを強くするっていうのが目的ああ頭にくるのがさ5キロ走っても意味ねえとか言い出すやついるんだよさすがに走ってねえのかよって文句言うならまだわかるけどさ走ってて5キロじゃ意味ねえってもう何な,な,んなんだよと思うよね本当に腹立つわ何でもディスレアゃいいってもんじゃねえだろう本当に。 何でもかんでも上からだかんな何でもかんでも俺が正しいっていう方に持っていきたいんだろうね腹立つわあそうなんだ怒ってくれたんだ走るの夢中で気づかなかったわありがとうねフォロー 腹立つよね本当にそうなんだ猫の目怒ったんだ見えてなかったわもう一生懸命走ってたからこの前撮ったのり子の写真ツイッターにアップしたよ あのすげえいい,いい写真撮れたって言ったやつもんちゃんの世界観がよく出てる。 いい写真だよねトイレットペーパーがいいよね、うん、なんかすごい好きな写真だわのんちゃんワールドだよねやっぱ写真は光と影だな本当に こううやっっててコメント打ってるんだろうねのんちゃんはいろんな人の放送をこうやって見てるん <laughs> ああ途中までしか見れなかったんだ明日は筋肉痛でひどいことになるぞ多分 ラッシュは2本だったね花火2発いただいたから5キロはもう走れるようにはなったかなまあもう19回走ってるからまあまあ走れるって感じかな5キロは1 0キロ連続では多分無理かな昨日はねえっ、ー、と5キロ朝走って夜寝る前5キロ走ったから1 0キロ走ったけど2回に分けたらいけるかな 1 0キロ連続はね多分ねあの次の日寝込む寝込んでいいならいけると思う。寝込んでいいなら。 おやすみありがとうねビジネ人さんおやすみうっうおおっ iPhoneXE きたえマジでこれ iPhone10E きたよみんなうわわわマジだ SE じゃんうわマジでいいじゃんマジかきたうわわわ IPhone いや、来てるよ。うわ、かっこいいじゃん。来た、これ。来た。いや、めっちゃかっこいいんだけど、iPhone。新しい iPhone。ついに来た SE っぽい形と四角いやつ来たよ。iPhone10E だって。え、これ、いくら、いくら、いくら。うわ、超いいじゃん。うわー、これは欲しい。 めっちゃいいじゃんえちょっと待ってスピーカーイヤホンはどうだうわこれは顔10万でも絶対買うう,うおおマジかあ高いな <laughs> おふおうん うーん12万ぐらいかうわーこれは欲しい5が一番かっこいいわかる12万ぐらい <laughs> でもこれは買うでしょわ、うん、かんないまだコンセプトデザインって言って側だけデザインができたからまだこれからかかると思う時間が。 え、アイコさんと金ンさん、キスしたの何これ <laughs> くっそ面白いんだけど <laughs>。金ンさん、何やってんの本当に <laughs>。金ンさん、今、こんな感じなんだ。アホだな、本当に。 を持ってすいやロックだよねほんとはいイコ、はい、ちゃんディープキスか <laughs> ありがとうおやすみありがとうじゃあねブ 今日のその奥に行けば行くほど何が面白いかっていうと結局ねマトリックスの世界になってくるんだでその辺の話って危ないからさあんましちゃいけないと思ってんだけどあの式式とか認識の話にどんどんなってくるのあアナリストもリークなのマジでんだよリテラシー低いな俺。 あの結局ねその現実世界統合失将を作る修行とかをやるのよ彼ら確定じゃないんだごめんごめん松ーさんありがとうなんだよっていうか iPhoneX 要はねこれだよなやっぱ iPhone はこれだよマジで新しく作られねえかなあれ俺の iPhone どこ行ったあっなくなってるのりこ のりこどうしたいや iPhone5 とか SE とかのあの四角いのがかっこいいよねなんでこんなクソダセデザインに変えちゃったんだろうもうありえないぐらいダサいよねこれ何この丸いのもうさ薄さなんかどうでもいいんだよ画面なんかでかくしなくていいんだよあのサイズでいいんだってかっこ悪いんだってこれもうこの突起もダせし ねえ iPhoneSE 完売ね日本でも在庫を売ってほしいんだけどめちゃくちゃ買いたいわ iPhone っていうか新作が出た時に俺 iPhone 買おうと思ってたのに勝手にリストから消されたのほんと殺意はいたんだけどせめてさ1ヶ月間ぐらい余裕持たせろよなクソがほんとにいやもうアップルどうなってんだよマジでジョブズがいなくなったからマジでほんと たった一人の人間が死ぬだけでこんなに会社ってダメになるんだっていやだから日本の会社もそうじゃん名だたるさもう松下幸之助本田宗一郎とかいっぱいいたわけじゃん堀江門もそうだし結局一人の人間の影響力でこんなに社会も会社も変わるんだってだから俺もう別にジョブズがいくら稼いでもいいしビル・ゲイツがいくら稼いでもいいと思うもん 有能なやつに金渡せっていうこんなクソみていなアップルみたいな会社になっちゃったよ信者激おこだから本当にブランド路線に走ってさ俺たちの iPhone を返せなあジョブズ生き返らねえかな本当 でもこれもダメになるんだろうねアップルも、まあ、ジョブズはね歴史に残るだろうね100年後歴史の教科書に載る人物だろうな本当に。 俺さあのビル・ゲイツがさハンバーガーショップに並んでる写真知ってる俺そ初めてビル・ゲイツのたたずまいがかっこいいと思ったんだけどこれハンバーガーハンバーガージャンクフードに並んでるビル・ゲイツなんだけどめちゃくちゃかっけえと思ってこのジャンクフードを見つめる目線その世界一の大富豪がさ 600円のハンバーガーセットを頼むためにさこのたたずまいってめちゃくちゃかっこいいよね <laughs> 社会制裁受け続けて将来は刑務所ぐらいしかなまあのさあのー、俺が犯罪を犯したのは事実だけどあなたがやってることはどうなの犯罪以下じゃないの俺が犯罪を犯したのはさ法的に罪を償ってるわけだよでもっと言うなら あの被害者の人が言うならまだわかる被害があるからでも俺は被害者ともあのなんつうの自分の罪についての清算は終わったし社会的制裁は受けたよあなたがやってるのは個人攻撃ですからあなたがやってる行為は名誉毀損行為なのわかるお前が犯罪者なんだって今なウで犯罪を犯してるのはお前だから、ね、ドクター・ペッパー好物っていうのがいいよね 100歩譲って俺の犯罪について断罪をしてい,いのは被害者だけだよお前がやってるのは名誉毀損行為だからもっと勉強しろよ本当にいやだけでしょ なんでお前に俺の過去の犯罪のことを断罪する資格があると思ってんのバカすぎるだろ。へえトランプ大統領マックなんだ。えいいよねいいのか悪いのか分かんないけどまあジャンクフードうまいんだろうねやっぱ。 米消しですかアビタンかなアビタン後ろめたいから米消しですか阿炎京丹さん勘弁してくださいよ本当に自分の発言撤回したりとか隠すぐらいだったら書くなよ 恥ずかしい持論もねえのかよ。なあ秘者がやることで卑怯者。 えー「キングダムハーツ3」でんだやりてえキングダムハーツ「キングダムハーツ」面白いよねなんかディズニーのあれだから微妙だろうなとか思ったけどびっくりするぐらい面白かったもんなワン超好き。 クリアしてないけど。 寝るかどうしようなんか寝れないな走ろうかな <laughs> ボクシングのトレーニングやってる感覚は全くなくてなんかランナーのトレーニングやってる感覚なんだけど俺どこ目指してんだよっていうね 寝るかなんか24時間やってる本屋さんが近所に欲しいななんか本屋に行くと幸せな気分になる人いないっすかこの中になんか本屋の中をうろうろしてる時の幸せ感半端じゃないんだけどわかるなんかこう新しい綺麗な情報とか ななんかかね雑誌とかも大好きなのなんか食い物とかお店の特集とか幸せな気分になるんだよね本屋さんにいるとやっぱねウェブのページとはやっぱ違うんだよねその紙,紙をずっとやってきたからデザインとか文字とかもすごいなんつうの工夫が凝らされてて。 ウェブページもデザインどんどん進化してるんだけどやっぱりその見応え読み応えとかデザインとかってやっぱりその何て言うのかなちょっとやっぱ無機質な感じがするけどなんかこう足があるんだよね個性があるっていうかやっぱ本っていいよねもうこれから俺が死ぬ頃には本なんてなくなるんだろうけど悲しいけど。 じゃあみんなおやすみ今日は寝ます多分寝れないから動画見ながら遊んでますおやすみなさいありがとうございましたなんかリクエストがあればいろんな放送やっていきたいんで話題振ってくださいねこういう話してほしいとか言ってもらえたら勉強してなんか1時間ぐらい喋れるようにします今日は仏教の話でしたお疲れ様